粘着型アイドルグループファンファンです。よろしくお願いします。お願いします。私たちファンファンは地元和歌山出身の平均年齢13歳19名で構成されています。私たちは和歌山マリーナシティを中心に和歌山のいろいろな街にお邪魔させてもらって笑顔と元気を届け、そして県外の方には和歌山の魅力を伝え、一人でも多くの方々に和歌山に遊びに来てもらえるように私たちも今頑張って活動しています。ということで昨日は単独ライブを長いさせてもらったんですけど、はいはいね、今回は野外ライブっていうことで、はい、はい、はい、ポカポカになってよかったですね。はい、名古屋の方には5回ぐらい来させてもらってて、はい、本当に第二のふるさとみたいな感じで、私たちもすごく名古屋がね大好きなんですけど、はい、野外は初めてっていうことで、そうですね、こんなにいい天気に恵まれてよかったですね。もう冬なのにね、日焼けをするというね、そうそう、セナさんもう日焼けにしてますね。すごいです、ね、もうね、肩ついてるんですね。ま、あれですよね、ここですよね、靴下の方が、もう一部終わった後に、ね、わーみたいな、ね、わーもう見て見て見てとか言ってね、見せてオセロみたいになってる、ね、そうそうそこまで、そ、はい、結構、結構な本当ですか。そう、それだけね、日が、ね、いい感じですね。暖かい、いや、ライブをこう楽しむにはいいこの天気じゃないですかね。そうね、はい、ということでここでまだまだ一緒にね、皆さんと盛り上がっていきたいなと思うので、ここでタオル曲に行きたいと思います。皆さん、タオルの準備をお願いします。そうだね、めっちゃ揃ってるやん。はい、はい、タオルのない方は拳で大丈夫です。回せるものが危ないものでなければ大丈夫です。ティッシュでもいいですよ。名古屋のこの外でタオル曲いいですね。いいですね、この太陽が、ね、はい、めっちゃね、ファンファン知らない方もたくさん、ね、いらっしゃると思うんですけど、はい、これはみんなで本当に盛り上がれる曲になっているので、はい、皆さんも気軽にこうやって拳を振ってもらったら私たちすごく嬉しいので、よかったら全員で盛り上がりたいと思いますので一緒にお願いします。はい、お願いします。それじゃあ名古屋のみんなで一緒にタオルをブンブン振り回して盛り上がっていきたいと思います。はい、それじゃあ皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。せーの、エブリバディカーニバル。Show me.
気のいい日は自転車に乗って君を訪ねよう。海を横切り森を抜けて君の街へ一走り。道で見つけた季節のことや明日の話し合うさ。自転車に乗って海を目指せば頬に優しい風に出会う。自転車に乗って森を目指せば小さく咲いた花に出会う。自転車に乗って君を目指せば心がちょっと踊り出すよ。コラボ曲をね一緒にしたんですけど、はい、夜は、お忙しいということで、はいはい、私たちで何かしようかなと思いまして、ね、はい、名古屋でやっちゃうのみたいな、そうです、確かに、ね、いいんかなとか思うんですけど、はい、ここで野外で、はい、野外で名古屋でバラエティーコーナーをしたいと思います。ライブに戻りまして、はい、はい、じゃあ次の曲、次の曲は3月といえば卒業シーズンということで、はい、出会いと別れがあるのでこの曲を聴いていただきたいと思います、はい、約束みたいなさよなら。
日に引き続き、名古屋2日間本当に楽しませていただきました、次の曲で最後ということで、現体制で名古屋に来れるのは最後っていうことですごく私たちもいろいろ感じながらここに来させていただいたんですけど、本当に2日間名古屋の人とたくさん素敵な時間を、共有することができて本当に幸せな時間を過ごせました、本当に皆さん今日こうやってお越しいただいた皆さんもそして名古屋の皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、メンバーはどうでしたかこの2日間は。すごい名古屋を満喫できた、ね、めっちゃ久しぶりっていうのもあったし、半年セブンティーかな、半年以来、はいはい、名古屋で8月の末に全国ツアーの方でね、名古屋に来させてもらった以来だったので、はいはい、すごい楽しかったし、やっと名古屋を満喫できたなと思って、やっと今日はね、やっと名古屋で手羽先食べれたってね、まあ、5回も来てんのになんで手羽先食べてないみたいな。しかも昨日はゲストさんでスタートさんも来ていただいて、今日は高山さんに出ていただいて、はい、愛知のね、いっぱいたくさんのあのアイドルさんとも共演することができたし、こうやって名古屋でもたくさん皆さんに出会えたことをすごく私たち誇りに思います。現体制では最後になりますが、また新体制での名古屋、新体制でのファンファンでもまた名古屋にみんなで来て、すごいこの名古屋のね、いい人たちばっかりのここの名古屋でまたみんなで素敵な時間を過ごせるように私たちもまだまだ頑張っていきたいと思いますので、また名古屋に来させていただいたときは、ファンファン応援よろしくお願いします。お願いします。はい、私たちファンファンは和歌山マリーナシティを中心に活動させていただいているんですけど、その中の私たちの専用劇場ファンファンシアターというところもあるので、そちらにも遊びに来て、そして和歌山の美味しいものも食べて、和歌山のすごい綺麗な自然とかにも触れてみて、もっともっと和歌山に来てくださる方が増えるように、そして和歌山を大好きになってもらえるように私たちも頑張っていきますので、また次皆さんに会える時は和歌山であることを願って、私たちも今日は、お別れにしたいなと思います。皆さんぜひ次は和歌山に遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは本当に、私たちファンファンたくさんこの名古屋にお世話になりました。第二のふるさととして本当に皆さんに愛してもらいましたし、私たちもすごく名古屋が大好きです。そんないつも支えてくれる名古屋の皆さんに感謝の気持ちを込めて、最後この曲聴いてください。アプリシエーションズ、感謝の歌。ありがとうその愛で支えてきてくれたこと、子供かい壊したい子供を好きでいい、色が道で行くなよと言ってずっとそれの繰り返し、傷つかないように黙ってばかり責任転嫁をしてたんだ、お父さんお母さんあなたへ覚悟を決めたよ、あの日涙を超えて頑張るじゃ本気のじゃ真ん中で感じるだ、もう逃げない、一人じゃない、この気持ちは止まらない、時あなたありがとう。
そうそう全身で願いで手紙お父さんお母さんあなたへきらり輝く証し変わらぬ誓い勘違いじゃんピッチはじゃんサンシャインで完璧で抱きしめたい離れがたいずっと永遠に夢みたい扉開けばありがとう花やから光の場最後ですね、これが。はい、はい、いきます。